はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。はい、スーパーマリオコレクションをねやっていきたいと思います。これね、スーパーマリオのね、これね1とね、2とね、スーパーマリオ USA とね、スーパーマリオ3ね、4本が遊べるというねゲームですね。しかも全部リメイク版ですよね。はい、ちょっと2やってみるか。少しだけ選べないもんな、ステージな。125機ある。そう、難しいからな。ドッキノコや、これのね、スーパー版のドッキノコ分かりやすいからいいな。ファミコン版のドッキリの子分かりにくいんですよね、違いが。違いがいまいちよく分からないんですよ。よく見ないと分かんないんですよね。これは違いだいぶ分かるからね、分かりやすいから。あぶね、大チャックしたね今ね。いきなりファイヤーマリオでねやられるとこやった。127機か、すげえな。まあ、こんだけあってもね、多分クリアするのは難しいですよね、このゲームはね。鬼畜なんですよね、とにかく鬼畜なゲームなんで、これはね。普通は数は鬼畜なんですよね。いやー、数はね、あの8ワールドまでのワープの仕方忘れてもてるな。どうやってやるのかも覚えてないわ。これ B ダッシュの技術ないと無理ですからね、あそこね。ここなんかあったと思うんですけど、なんかなかったっけ、ここ。なかったっけな、これ。あれ、いや、もうね、怖いからいいわ。ここも B ダッシュいかなかったな。あ、これだけか。ワープやんね。ワープしてみるか。よし。ああ、しまった。何してんねん、もう。なんで落ちてん、今。これ、宙回りの方がいいんじゃなかったかな。これ、やりやすいんじゃなかったっけ。ほらね。でかい回りじゃやりにくいんですよね、あれ。ワープじゃないのか。ああ、2の1か。2の1って結構難しくなかったっけ。2の1というか2ワールドは、2ワールドが結構難しくなかったかな、これ。確か難しかったですよ。ステージですよ。おお、これは一回降りなあかんのかよ。ああ、そうか、下あれ取れるんやったんやな。
れになかったっけ、これ校長になかったっけ。あー、まだあったのか。おい、どっちの子や。これ行かん方がいいな、適当に降りよう。行った方がいいこれ。おい、うお、こんなとこにクレボー出てくるか。してするけど、これね、セーブできるからいいですよね。これね、途中でやめることもできるんですよね。で、続きから次回できますからね。あ、しまった。この面結構難かった記憶あるな。版でね、ここで引っかかってね、クリアできなかったんですよ、確かね。この面だから難しい印象がすごい残ってるんですよね。だからでかいマリオの方がいいよな、どっちかっつうとね。ここやな、ね、1回の助走じゃないといけないからな、これこうや。おお、危ね、いけたいけた。あれ、ここじゃなかった、入るんじゃなかったっけ、違ったか。まあでも行けたからよかった。難関行けたからよかった、一発で。一発じゃないのに、二回目で行けたか。おお、ここもビーダッシュやな。ああ、クソ。敵がいるとは思わなかった。やばい。よし、クリアできた。クリアできたね。ゲームボーイアドバンス版でやったときはクリアできなかったですからね。まあ、これはね、残機がいっぱいあるからね。だからでしょうけどね。気持ちが楽ですよね、残機が多いから。残機があまりなかったらね、あれですけどね。ファミコン版とゲームボーイアドバンス版はね、ゲームオーバーになるとね、コンティニューがね、1エリアからなんですよね。だから2の2でやられても2の1からになっちゃうんですよね。でもこれはね、コンテンツどっからでもね、その面からできるからね、全然違うんですよ、そこは。それだけでもね、死んだ面からできるから。あ、ボールやったんか。あ、落ちてもうた、これ。どんな面かもうあんまり覚えてないな。今のね、木の、あの、亀でね、あのクレボを倒すんやと思うんやけどな。おっと、びっくりした。これどうなってんの、先は。先どうなってんの。あ、こうなってんのか。これ。
こうやな。危ね。ギリギリやったな。これ、あれじゃなかったかな。迷路やったっけ？これどうやったっけ？危ね。迷路じゃなくて、これ。これで、道、間違えたらこれ、永久ループの面やったっけ？どうやったっけ？覚えてないな。永久ループじゃないか。あ、行けた行けた。クッパ出てくる。そうね。ピノキオにね、二人でできましたね。三の一。はい、じゃあここで一旦ね、終わらせていただきたいと思います。続きをね、またちょっとね、まあ、気が向いたらやるって感じですね。はい。またね、そのうちやるかもしれませんけどもね、一旦ここで終わらせていただきたいと思いますね。セーブして終わる。はい、じゃあこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。